い、こんにちは、竹村です。インプレッサ2005年リミテッドからずっと桜通りの桜毎年撮らせていただいていると思うんですけれども、今年もまた2020年満開になりましたんで、WRX 乗って一緒によかったら見に行きましょうみたいな動画です。よかったら見てください。はい、それでは2020年ですね、桜通り、大阪市港区の桜通り、満開になってるんで、よかったら一緒に見てください。もうちょっと葉桜になってるんですけど、なかなかいい感じですね。ちょっと降りて、どんな感じになっているのかスマホで映してみます。どうやって止めれるかな。ちょびっとやっぱり葉桜になってますね。この間までそんなに満開じゃなかったんですけど、今日急にブワーって咲いて、ちょっと葉桜になってます。少しですね、散ってきてますね。この間までそんな満開じゃなかったんやけど、今日急にブワーって満開になって、少し葉桜になってきています。缶ビール片手に花見ながら散歩してる人いてました。めっちゃくちゃ綺麗。めっちゃ綺麗ですね。少しこの辺は車止められないから、でまたちょっと外から撮影してみます。綺麗。焼き色でしたけど、途中で赤になっちゃいました。あ、そっか、こっちから向こうはちょっと台風の影響でだいぶ木が倒れてて少ないですね。あ、今年はやっぱりこっちちょっと木が少ないから、こっちはもう桜通りじゃないっていう感じですかね。全部倒れてますね。あかん、以上です。最後まで見ていただいてありがとうございます。もうこっち側の手前しかもうちょっと見どころがなくなってしまって、ちょっと寂しい限りなんですけれども、すごい綺麗でした。一緒に見ていただいてありがとうございます。それでは簡単なんですが、失礼させていただきたいと思います。